それでは倉敷市内における新型コロナウイルス感染症患者953例目から985例目の発生に伴う記者会見を行います。まずはじめに倉敷市保健所と消化から説明を行います。倉敷市内で昨日27日33人の新型コロナウイルス感染症患者が確認されましたのでご報告いたします。居住地は倉敷市内で、市内で患者発生が確認されましたのは昨年5月8日以来合計985人でございます。現在市では濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を実施しているところでございます。それでは953例目、967、968、972、973、976、977、981から985例目は発熱などの症状があり、医療機関で検査を実施したところ陽性が判明いたしました。続いて954から960、964から966、974、975、978から980例目につきましては、濃厚接触者及び接触者としてそれぞれに検査をしたところ、陽性が判明したものでございます。次に961から963例目につきましては発熱などの症状があり、検査を実施したところ陽性が判明いたしました。調査の結果、21日に公表いたしました市内813例目と同じ飲食店の関係者であることが分かり、同じ飲食店に関わる5人の患者発生がありましたので、市内19例目のクラスターが発生したと考えております。さらに、濃厚接触者などにつきましては、順次検査を進めているところでございます。次に969から971例目につきましては発熱などの症状があり、検査を実施したところ陽性が判明し、調査の結果一昨日26日に公表いたしました市内931例目と同じ高齢者福祉施設の利用者であることが分かり、同じ施設内で5人の患者発生がございましたので、市内20例目のクラスターが発生したと考えております。現在、濃厚接触者などにつきましては、調査を行っているところでございます。本日公表いたしました33人のうち32人は無症状もしくは軽症で、1人は中等症と考えております。以上でございます。はい、それでは作者から質問をお願いいたします。
挙手をいただきましたらマイクをお持ちしますので、最初に社名とお名前をお願いいたします。 RSK 川崎です。クラスター関連で、確認を兼ねてお尋ねをいたします。19例目のクラスター、813例目、913例目、それから、これ813例目も913例目も20代女性アルバイトというふうな確か、ご発表だったと思いますが、その方々とこの今日の961から963は皆さんそのお店で働いている方ということですか？はい、そうでございます。利用者についてはどういうふうな状況把握並びに検査ということになっているんでしょうか？今のところ利用者につきましては、それぞれの従業員の方から直接メール等で検査を受けるようにと、そういう形で情報を提供させていただいております。保健所としてもそれによって利用者の把握はできていると。保健所としては利用者の把握はできているというふうに思っております。ということですか？店名の公表は今のところ考えておりません。このお店って他に働いている方はいらっしゃるんですか？すみません、その意味はちょっとよく、他にここのお店、今5人の方が、はい、感染が分かった、はい、従業員、いずれも従業員の方と、今で利用客の方にも伺ったんですが、このお店には他には従業員の方はいらっしゃるんですか？これ以外の従業員の方に関しましても、検査を実施しております。検査はいつぐらいまでという？明日、遅くても明日までには結果が分かると思っております。すいません、30日までには分かるというように聞いております。それはまあこの方々、発症日が確か813とかって結構前だったかと思うんですが、そのあたりまで遡っての利用者、利用客というのも全ての把握並びに検査がということですか？こちらとしては最初その濃厚接触者という範疇ではなくて接触者という形でちょっと広めに検査をしておりましたけれども、その接触者の中から陽性者が出ているということで、検査の枠を広げているというのが現状でございます。もう一例の、20例目の方ですが、939、931等の3例目、いずれもこれは高齢者福祉施設の利用者ということですか？はい、そうでございます。入所者とか、また何回か前にこんな質問のやり取りがあったかと思います。入所者入ってくるぐらい。職員とかはどういう状況ですか？職員の方も検査を実施しております。それは結果待ち。はい、ここの、施設の現在の状況というのは今のところその新たな利用者というのは制限を閉じております。ただ入所者の方に関しましては、ここが生活の場でございますので、そこは継続して、していただいているというのが現状でございます。ここについても、その不特定多数の広がりというのは、今のところは確認はしていないということでよろしいですか？不特定多数の人が関わるような施設ではないと思っています。したがって、利用者並びにその検査対象というのは把握をされていると。はい、把握しております。で、ごめんなさい、もう一点伺うんですが、一番最初に伺って、教えていただいたその感染経路不明の方が十数名今日もいらっしゃる。先日の市長の会見とかでも出たんですけども、まあ、その家庭内の感染等についても結局誰かが持ってうちに持って帰らないことには、家の中での感染は、当然、まあ、防がないじゃなくて広がらない前提として、で、まあ、家の中でマスクとかをしてそういうふうなところを防いで、そのこれ以上の患者さんなりその病床数悪化は食い止めようというのは意図としては分かるんですが、その感染経路不明のそこの大元を減らすための施策というのは保健所としてその市の執行部なりへの何か、ここに来てもその数が減らないというこの現状についてはどういうふうにお考えでしょうか？まあ、その一つはですね、まあ、非常にその1年前から、新型コロナで非常に皆さん非常に疲れているんだろうというのは十分分かってはいるんですけども、まあ、家族の中で広がる大きな原因としましては、
保健所の方に、まあ、症状が出たという方で、届け出がある場合の方は大体が高齢者の方が非常に多くなっているというのが現状でございます。その中で濃厚接触者ので当然家族が含まれるわけですけども、そうなってきますと例えば、子どもさんからとか、お孫さんから高齢者の方が感染を受けたというのが後から例えば、若い人の場合は無症状もしくは症状があったとしても非常に軽くてですね、調査をする段階で過去、まあ、10日前からちょっと1日ほど熱が出たなと、そういうような情報をいただきますと、高齢者の方が初発というよりは若い方が何らかの形で、外で感染を受けて、家族の中で広がっていったのではないか、そういうふうに考えております。でそういうふうなその市中感染、まあ、一面は外でもらってきている話だと思うんですけども、そこの大元を市中感染と言っていいかどうかともかく、そういうふうなところでの感染を抑えるための有効な手段としてはどういうふうなことが今考えられて、どういうふうなところを手としては打たれている、まあ、その一つには、もう基本的なことではございますけども、集団感染が起こっているようなところはやはり、密な状態、3密の状態になってそこがうまくできていなかったというのが調査の中では分かっておりますので、まあ、極力そういうような密にならないようなことを市民の方が心がけていただくしか今のところ方法はないのではないかと、そういうふうに思っています。ありがとうございます。他にありますでしょうか。山陽新聞の太田です。クラスターの関連で追加で、質問させてください。19例目についてなんですけども、これ最初の方が分かったのが21日に公表された分というふうにおっしゃってましたけども、その後のこのお店の営業については、営業を続けてたのか休んでいたのか教えてください。店は閉じていると聞いております。1例目の感染が、判明した後にはもう店を閉めていたということですか。1日以降ということで、現在も休業している。でこのお店の、感染、まあ、予防策というか、例えば店内の環境でありますとか、そのあたりの予防策については取られていたんでしょうか。まあ、こちらが施設をその調査に、まあ、伺ったときには、一応は、まあ、アルコールとかですね、そういうようなことはされてたというふうには聞いてはおりますけれども、現実的にはうまくいっていなかったのではないかというふうには認識しております。うまくいっていなかったというのはもう少し具体的に教えてください。そこはその例えば、まあ、従業員への教育とかですね、例えば手洗いとか、例えばトイレに行った後も必ずアルコール、石鹸等で手を洗うとか、あとは、不特定多数の方が利用されるわけですから、ドアノブとかそういうようなところの清掃、消毒、そのあたりが不十分だったというふうに思っておりますし、まあ、換気がうまくいってなかったというのもあろうかなと、そう思っております。つまりかなりその狭い室内で大勢の人を接客するような状況だったんでしょうか。まあ、広いお店ではないとは聞いてはおりますけども、その密にものすごく混み合ったというにも聞いてはおりません。あと、利用者の方については従業員の方からメールで検査を呼びかけているというふうにおっしゃってましたけども、はい、全部で、だと何人ぐらい。申し訳ございません、ちょっとその人数的なものまではこちらとしてはちょっと私の方は把握はしておりません。客についてはこれは接触者という、なんていうのか、まあ、調査の段階では接触者という形になろうかとは思うんですけども、こういう形で、まあ、クラスターという形でお店の中でこうたくさんの、まあ、患者さんが出ておりますので、単に接触者というよりは、
やはり濃厚と考えた方がいいのではないかというように考えております。続いて20例目のクラスターについてなんですけども、すいません、確認ですけども、すべ、て入、前に判明している2人も加えてすべて、入所者ということで。はい、そうでございます。分かりました。それと数えて感染経路不明が全部で12人ということで、よろしいですかね。わかりました。ありがとうございました。他にはありますでしょうか。すいません、西日本放送森山です。要は最初の19例目のクラスターの方なんですけれども、接待を伴う飲食店ということで、はい、要は店員の方からメールで検査を呼びかけていると、はい、ということで終えているというお話でしたが、はい、まあ、それが何人になるかもまだ把握できていない。これは終えているって言えるんですか。検査を受けていただくということを従業員の方から、言っていただいてますので、そこは、まあ、終えているというようには考えております。その結果が実際のクラスターになったりだとかしてると思うんですけれども、その保健所の方から積極的に呼びかける、もしくはあなたは濃厚接触だからそういう特定をもうやっぱされないんでしょうか。というよりもやはりお忙しいのは分かるんで、できないのが本音なんでしょうか。確かにこの1日あたりですね、30人を超えるぐらいの届け出がございますと、その調査だけでかなりの時間を要しているというのが現状でございます。そういう意味から言うと、ご指摘の通り、そのなかなか全ての、接触者の方を把握してこちらの方から、連絡を取るというのは非常に難しいところもあろうかとは思いますし、ただ、まあ、こういうお店を、まあ、利用される方もですね、まあ、中には、まあ、個人的なことなのであまり知られたくないと、お店の方から、連絡をいただいて、例えば市のコールセンターの方に電話をかけてどうすればいいだろうかと、そういうようなつなぐことは十分可能でございますので、こちらとしてはそういう問い合わせがあった場合には、医療機関等をつないでいるというのが現状でございます。本当に1年前からコロナウイルスの感染っていうのが出てきてですね、当初はそういう基準で皆さんお示しくださってました。それは岡山県でも岡山市でも一緒だったと思います。ただし先日、まあ、岡山県の茨城知事が全く違うウイルスを相手にしていると考えないといけないと言った中で、爆発的な感染力を持つ変異株が多く予想される状況に今あると僕は思っています。そんな中でまだ今までと同じようにお客さんからの自発的な行動を待つということでいいんでしょうか。逆に、まあ、お店の経営とかいろいろあると思うので行政がというのは難しいかもしれませんが、やはり店名を公表して感染を食い止める、この視点というのは非常に大事になってくるのではないかと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、保健所の普段からの考え方には、例えば食中毒が起こった場合はですね、利用者、お店を利用している方が誰かというのは店の方も把握できていないと、そうなっておりますので、そういう場合であればこちらとしても積極的にお店の名前を公表することで利用された方が保健所の方に連絡いただけるような形で今まではやってきております。ただ今回の場合も今までもそうなんですけれども、こういうような接待を伴うようなお店の方は、従業員の方が皆さんその日に例えばこの人とこの人とこの人が利用したというのを、非常に記憶として持たれているものですから、そちらの方からの連絡をお願いしているというのが現状でございます。所長、それ本気でおっしゃってますか。従業員が来たお客さんの連絡先、お名前を全部把握されると本気で思っていらっしゃいますか。今はですね、その電話番号とかそういうことではなくて、 SNS とかそのメールでやり取りをされる、 LINE される方が非常に多いので、
そういうようなもう電子ツールを今活用するというのが、それは大学生とか高校生においても同じことが言えますので、その実際に、名前も知らない、ニックネームは知ってるけども電話番号も知らない、だけど LINE とかその SNS の関係であれば連絡がつきますよと、そういうふうに言われるもんですから、それはもうそれを活用する以外に今のところないかなと、そう思っております。それがベストだと思われているということですね。店名を公表してっていうよりは、そっちの方がベストだと思われているわけです。まあ、ベストかどうかと言われたときには、必ずしもそれがベストかどうかというのは議論の余地はあろうかと思いますけども、まあ、お店の側も保健所の調査に関しまして協力をしていただけるという姿勢が十分こちらとしては受け取れるので、それが拒否されるような場合に関しましては店名を公表させていただきますよということは、いつもお伝えしております。わかりました。あとすみません、私から最後にさせていただきます。このお店なんですけれども、そんなに広いお店ではない中で、まあ、換気がうまくいってなかったんじゃないかというお話でちょっとありましたが、カラオケはあったんでしょうか。すみません、ちょっと確認させてください。あ、じゃあ合わせて従業員が何人かだけでも分かれば教えてください。以上です、私からは。すみません、従業員に関しましてはちょっと数は私には把握しておりませんけれども、従業員に関しましては全て検査の対象になっておりますので、陽性になった場合には必ず公表させていただくということでございます。たびたびすみません、今の、RNC さんの関連、今の話だったら、例えば、いわゆる一元さんで、フラッとやってきたお客さんって捕まえられないと思うんですけど、それはいないということなんですか。まあ、一元さんが利用するようなお店ではないというようには聞いてはいるんですけども、まあ、ちょっとそこまで、だけども、一元さんがいたのかどうかというところまでは、ちょっと。私には把握できていません。いや、お客さんの、その従業員の方々 の、 その連絡で把握をしているというふうなお話だったら、その発症日、一番最初の方の発症日、813年目かの前2日ぐらいから、その何日間営業を辞めるまでの間の、まあ、このご時世ですから、そんなに利用している人も多くはないんだろうなというのは推測はつくんですけれども、そこで全く見ず知らずの方が一人もいなかった状況だったのかどうなのかというのは非常に疑問なんですが、っていう、そのあたりはお店から何か聞かれてます。すみません、そのあたりのことは把握はできておりません。ただ、まあ、今のご時世でございますので、まあ、こういう店であれば、まあまあ、名刺交換をするかどうかは別としまして、まあ、その中の中で、いろんな SNS のやり取りをするということは考えられるのではないかと。それから申し訳ございません、カラオケの件でございますけれども、カラオケはございました。あともう一点、これこの間の市長会見で聞けばよかったなと反省も込めて言うんですが、明日から、大型連休がいよいよ始まる、でそういった中で、まあ、学校とかも休みになったりする中で、まあ、多くの方々はその外出とかもご自制をされるんだろうとは思いますけれども、そういった一方でその県外とか、まん延防止の重点地域だとか、当然緊急事態宣言のところには行かないまでも、それでもやはり今所長もおっしゃったそのコロナ疲れの中、どこか家族を連れて行こうかと思われる親御さんもいらっしゃる、ただ一方でこういうふうな、感染経路不明が今日も12人いて、でそれに対しての密になっているようなところには近寄らないでくださいねしかやはり言える対策というのはないんでしょうか。うん、まあ、そこは非常に難しいなと思っております。まあ、緊急事態宣言、まあ、どこまで有効なのかというのはもう、テレビ等で、まあ、報道されて皆さんもう疲れていると。以前は1年前であればそれなりの効果はあったということでしょうけども、なかなか、陽性者の数が都会では減っていないというのが現状でございます。まあ、そういう意味から言いますと、まあ、早い段階で、例えば、ワクチン接種が進んでいけばですね、
そういう意味から言うと感染者の数は減っていくのではないかなと思っておりますけれども、まあ、保健所だけでできるものではございませんので、そこはワクチンがどの程度潤沢に供給されるかによるかなと思っております。いわゆるそのあまりこんな言葉好きじゃなくて、人流って人の流れっていうんですか、を押しとどめるための具体的な方策を、まあ、執行部並びに市長なのか単政官なのか分かりますが、まあ、その要望というのは所長のお立場からは、はい、まあ、市としてもですね、飲食店と観光地、いろんな市が行うようなイベント等も今の段階では通知させていただいておりますので、そういう意味から言うとそれなりの効果はあるのではないかなと、そう思っております。ただ今までの過去の例から申しましても、やっぱり若い人がやはり自分のお店ではないにしろ自分の自宅アパート等で5人とか6人とかそういうような形で、まあ、会食というほどではないですけど、まあ、皆さんが集まって何らかの形で、飲食をしていると、そういうところで、発生しているということも散見されますので、もうできる限り、まあ、連休は家族旅行というのは当然昔であれば、楽しいゴールデンウィークという形はなるんでしょうけども、あとしばらくは自制していただければと、そう思っております。ありがとうございます。他にもありますか。すみません、経路不明の12人の方はそれぞれ、関係がある方々ではないと考えていいんですか。今の段階で、例えば何番と何番を結びつけるということが、まあ、できないと。ただある程度調査が進めばですね、そういうことを結びつけることは可能になるかも分かりませんけど、現時点では家族であったり同じどこかであったりとかっていう、はいではないんですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。細かいやつじゃない。クラスター、19例のクラスターで、この5人のうちですね、3人は、アルバイトとなってて、あとの2人会社員となってるんですけど、これはどういう違いがあるんですか。アルバイトの方は、まあ、ご本人はアルバイトと言われております。それで、ある程度そのお店以外にもそれなりの正規の、仕事を持たれているという方も中にはいらっしゃいます。兼業するということですか。はい、そうでございます。他だから会社員と勤めながらアルバイトで行っているということです。はい。その場合、勤め先の会社とか調べられたりしたんですか。それはですね、調査の結果、必要があれば当然、検査は対象になります、ね、まだそれは調べてないって。いえいえ、調べてる。対象になれば必ず調べるというのが現状でございますので。なればって、どういう基準でそれは決まるんですか。それは発症日、何日に、例えば、ここで言えばですね、4月の25日とか22日と書いてありますけれども、発症日の2日前から調べるということが全国的な調査の基準になっておりますので、その時に例えば、土日を挟めば、金曜日に仕事を行ってますけど月曜日に分かったとすると、土日っていうのが調べる基準になりますので、その時に、会社の方に行っていなければそこはもう会社は選択対象にならないということでございます。うん、そういうことです。だから業務内容は一緒だということですね、5人とも、はい、基本的に。そうでございます。ただそういうふうに他に掛け持ちでやってるのか、それともそれないのかって違ってくる。そこはちょっと分かりました。はい。他にはありますでしょうか。あ、産業専務です。すみません、重要なところなので再度確認をしたいんですけども、19例目のクラスターのお店は、最初の、感染者が分かった21日以降は今まで休業していると。
いつから休業されてるんですか。ということは、最初の、なんていうんですかね、感染が出た後も、しばらくは営業していたっていうことですか。少しの間は営業していたのは。で、現在は休業していると。あともう一点、ここの利用者の、店名を公表しない理由としては、利用者の把握はできているということで、店名は公表しないと。でただし利用者が何人いるかというのは保健所としては把握していないということですか。最終的にはですね、その、利用者の方も含めて、何人かというのはうちの方にはその届け出は、数がどうだっていうのは聞いておりません。ただ当然店の従業員の方の数は当然分かりますので、その方はもう全てを対象として検査をするという形になりますし、それに関わった人は、従業員の方から積極的に、メール等を発信していただいて検査を受けるようにという形でお願いしているというのが今までの答えだと同じで、数そのものは利用者の数まではこちらとしては把握はできておりません。それをもって把握はできているっていうのはちょっとなんか矛盾のようなものも感じるんですけども、今のところの見解としてはそういうことで今の段階ではですね、先ほど言われたように店の名前を公表するというのは、一番インパクトのある公表の仕方かなとそう思っておりますけども、なかなか、それをこう前面に出しますと、今後そのいろんな意味で調査が非常にしづらくなるというのも理解していただきたいとそう思っております。こちらとしては積極的に疫学調査をやりたいというのは十分なんですけども、十分思っているわけなんですけども、そこはその利用者並びに従業員の方が、協力をしていただかないと全容がつかめないということでございますので、ご理解いただきたいとそう思っております。わかりました、ありがとうございました。それでは以上で会見を終了いたします。ありがとうございました。